セルビアチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。大塚雅彦です。今日はベオグラードを遠く離れて南西部のモンテネグロ、ボスニア・ヘルツェゴビナにも近い地域に来ています。今回の動画では私の後ろにありますミレシェヴァ修道院、それからその修道院の裏になりますミレシェヴァッツの山歩きコースをご紹介しようと思います。
動画の最初で、修道院の奥の山の山歩きと言ってしまったんですけれども、まあ、実際には自動車なしで歩く距離は往復で 1.5 キロぐらい、もう体力のない私でも十分楽しめる気持ちのいい散歩でした。この動画がいいと思われた方は高評価をお願いします。チャンネル登録はこちら、次のおすすめ動画はこちらです。ということで、じゃあまたね。